じゃあ今日は明治の問題解きましょう。やばい、わかんないかな。やばい、いやこれがちょっと2番ですか。 Pride oneself の場合はじゃあ電池はいい。ここで始まりましたもちチャンネル。さあ今回はですね、はい、ハローゼアルーです。はい、アイドルルー失格がやってきましたが、はい、受験勉強ちゃんとやってるのかっていうんですね。あ、はい、アイドル活動ばっかやってんじゃねえかっていうやってんですかちゃんと。いや受験勉強はなんかでも最近最近ちょっと本格的にはやり始めてて、はい、1ヶ月前とかはなんか自分の生誕祭とか生誕祭あったんですよ、はい、それでちょっといろいろバタバタしてたんですけど、最近は過去問をやったりとかで弱点の部分に関しては参考書を補ったりみたいな感じでやってます、はい。で、はい、もう受験校とか決まったんですか。でも受験校は今はとりあえず慶応義塾大学の経済学部以外は決まってなくて、おい一本他どうしようかなっていうのがちょっと、ね、当然、はい、他はもう決めていかなきゃいけないと思うんで、うん、はい、まあ慶応経済の過去もやってみたんですか。過去もやってみたんですけど、ああ何がダメだったんだろう。やっぱ英語が思ったよりできなかったですね。いや英語の2000いくつやったの、いくつやったっけ。でも去年のやつとなんか3年ぐらい遡ってやりました。19、18では今年はやってないわけですね。あ、今年のはやってないです。今年が難しいんですよ、経済って。あ、そうなんだ。今年だいぶ難しくなったんで、はい、うん、それより前のでできないのは全然話にならないです、はい、あの、はい、長文を解けないと総計の中ではものすごい下のレベルになるらしいですね、はい、なので、うん、解けないとダメです。これ読めてないんですかね。なんかやっぱり選択肢が難しいなって思って、やっぱどうしてもその論理の流れであったりとか、うん、単純に文法問題が結構あったりして、うん、そういうところを落とすのはもったいないなっていう、はい、簡単な方です、総計の中では、うん、断然、まあオリジナルですからね、はい、完全オリジナルでその受験生のためだけに作られた文章ですので、はい、優しいんですよその分、うん、だから文章的には一番優しいことが多い、うん、文章の内容ですね、はい、ただ英作があるので、うん、和文訳とか受英作があるのでちょっと難しいっていう感じなんですが、うん、はい、そんな中じゃあ今日は明治の問題解きましょう。あ、明治、はい、2022年の国際日本の問題を解いていただこうかと思います、はい、国際日本の問題っていうのは基礎的なものが多いので、うん、ぜひマーチの中でもめちゃめちゃ簡単なレベルになりますので10問ありますんで、まずじゃあこちらをやってみてください。はい、わ、はい、かりました、はい、ではやってみましょう。はい、でもこれ後ろ来るのか近いよな。やばい、わかんないかも。うん、ちょっと見直しさせてもらってみます、うん、さあ、行きましょう。はい、すいません、わかんない、じゃあ困る。全部基礎問題ですね。簡単では行きます。最初 How our standing reputation was known なんとか Everyone living in the town は4番、はい、2が正解ですね、はい、Be known to 意味は彼の突出した評判はその町に住んでいる人たちに知られている。 Everyone 無視しましたけどね。あ、みんな、そうそう、はい、みんなにですね、はい、Be known to 人なりに知られている、うん、Be known for と間違えないですね、うん、4は大丈夫ですか。4の場合は何々で知られてるってないか。そうそう、なんとかで知られてますね、はい、次が The restaurant is always crowded、うん、So it is なんとか to make a reservation in advance 何を選んだか聞けばいいのか。3です、3ですね、はい、To make a reservation in advance ですから、うん、あらかじめ予約を取っておくことが勧められています、うん、It to call ですね。次 All preparations for the concert to be held next month are going なんとか schedule、うん、これはこれが according to かと思ったんですよ。なんですけどこれ後ろに according to って来るパターン見たことなくて、でも1かなって思ったんですけど according to です。合ってますか、はい、あ、よかったです。 accordingアコーディングトゥスケジュールはもう知らないといけないフレーズですね、うん、はい、意味はしてますか。なんかスケジュールに応じてってことですよね。ああ、まあ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 、そうですね。なんかあんまり前で来るパターンしか知らなかったんで、うん、えってなっちゃって、まあ、だスケジュールに応じてっていうか、はい、スケジュール通りでやるってことです。これは、はい、スケジュールに沿っているよ、だからちゃんと言ってますよっていう意味です、これは、うん、まあトイックでも重要表現です、これは、うん、逆にスケジュール通りじゃないってなったらどういう表現があるかしてます。スケジュールより遅れてるだったら遅れてる、ラグスケジュールとかビハインドですね。あ、はい、ラグは前置じゃで、はい、ハンスケジュールとかそういうのも大事になります。じゃあコンサートですね、はい、ネックスマンスに開かれるコンサートの準備ですね、うん、ファミリアウィズは大丈夫ですね。精通してるとかですか。そうそうそう、インフェリアトゥーも大丈夫ですね。久しぶりに見ると忘れすぎちゃって、インフェリアなんで、昨日使ったわ、インフェリアなんで悪い意味ですよね。そう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 、悪化してるとかで大丈夫ですか、ね、やばい、インフェリアなんとかより劣っているですね、劣っているか、ワースですね、ワースダンの意味ですね、インフェリアトゥーって。だからスペリアの逆ですね。あ、レスポンシブルフォーム大丈夫ですね。因果関係結びますよね、ビールスケジュール、まあ因果って覚えてもいいけど、はい、責任があるみたいな感じで、そうそうそう、
Ken and I have known なんとか、また No 出てきた。Since we were in junior high school, but we have never had an argument. 揉めたことないって。はい、どれですか ?Each other の2。はい、2番が正解ですね。Each other は名詞であるというやつですね。One after another とかも引っ掛けていますね。次から次へとでしたっけ？そう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 。あと One another とこの Each other 混ぜるやつね。よくある引っ掛けです。もうお決まりのパターンで。あとは Each other を主語にできないとかっていうのも忘れがち。作文で間違える人がいます。It was exactly なんとか that the two big names aloveCelebrities got married. いやこれがちょっと2番ですか2番それか Past 2 years 3にして、ね、って2番にしたんですけど3です3か2 years ago 以外はもう文法上むちゃくちゃです、はい、強調公文ですね、うん、ああ強調公文 It is 福祉 that、ね、からその Big name celebrities 有名人ですねすごい有名人が2人結婚したのがちょうど2年前です、はい、いやはい Past 2 years とかよくわかんないなんで過ぎたってことを言いたいの Past がちゃんと理解できなかったかもしれないですね全知の Past でもここ使ってるでしょうけど、うん、よくあるのはThe two years have passed since 何々とかね。ありますね。そういうのだったらいいですけどね。はい、それから2年が過ぎましたとか。The company has been in existence for more than 100 years.、うん、100年以上ある。はい、be in existence とかね。使える人少ないですね、英作で。And it takes 何とか and it's part of... ああ、これね。はい。どれ選びました ?3 番。正解です。Take pride in ですね。はい。よく、これね、前置詞の問題でも出てくるので、気をつけなきゃいけないんですよ。誇り持ってるっていうので、take pride in ですけど、うん、普通、誇りに思っているで知ってる表現といえば。普通、誇りに持っている。なんか、ワンセルフとか使ったやつ。あ、そっちが出てきたね。はいはいはい。Pride oneself の場合は、じゃあ前置詞は。in。on なんですよ。はい、だから厄介です。Be proud of です。一番有名なのは。Be proud of はい。Be proud of は of です。でも take pride in は in で、うん、で pride oneself on なんで。いやややこしい。自慢するってやつですけど、そう受験ってねこうややこしいの出したりするんですよ。それでまあ自分が教えるときよくその3つ間違いになって板書するんですけど。今回確かにプライドを聞くから優しいみたいなところですね。そう、うん、優しいなと思った。ここだったら楽勝じゃん。意味的に100年やってるってことは誇りに思ってそうって思うのね。Take a part なんか選ばないでしょ普通。The final trial on the new drug, which took more than a decade to develop, was なんとか completed. はい、これは。4です。はい、はい、successfully completed ですね。うまく終わったっていうことで成功に終わりましたっていうの。まあまあ、これはトイックでもあるパターンですね。副詞が入るってやつですけど、はい、意味大丈夫ですかちなみにこれ。10年以上開発に費やされたこの後、最終なんかの新しいドラッグは完全に成功した。ああ、うん、まあそうですね。はい。それはまあ成功に終わった。最後のトライアルですね。うん、試験でやったわけです、うん。それでうまくいきましたという。One piece of good news was that the construction of the building went more smoothly than expected. はい、そうですね。まあ、これはよく使う表現ですね。はい、予想してたよりもスムーズにいきました。はい。ね、ビルディングの。それがニュースの1個。うん、まあ、ニュース、深さ名詞ですので、ピースで数えてますね。ああ、そうなんですよ。そういうことなんです。次、9、悩んでたやつでしたっけこれは。いや、これは、これは悩んでない。そんなに、はい、Adults, children seem to acquire foreign languages quite easily.、うん、はい、そうですね。大人に。これは1。はい、そうですね。大人とは対照的に子供は言語を簡単に習得しますってですね、うん、だからこれ in response to とか知ってますね in response to 何々反応して、まあ、そうですね、はい、対応で in spite of は何々にも関わらずそうです、ねはい、in terms of in terms of はこれも何々に関してみたいな感じで、まあ、そうですね関して、はい、なんとかの点で観点でとかよく訳されますがそれ大丈夫です、うん、はい10番 The problem is that the people to なんとか you're speaking may not necessarily be interested in the topic あこれで悩んでた、ね、これ悩んでました非常に時間かかってましたけどまあね英作部さっきの英検1級のやつ見ても関係代名詞間違ってたんで、うん、関係詞に弱いんだなというのが分かったんですが、はい、これ3のフームが正解です、はいなぜですかさあ説明できますかなぜ3の風が正解なのかなんで風ダメなんですかとまず風で前置詞を取れないまあそうですね関係代名詞の場合ですね、はいうん、前置詞たす関係代名詞っていう形ではそうです取れないじゃないとダメですなんですよでなんか、はい、ウィッチは2取れるじゃないですか、はい、で思ったんですけどウィッチがなかったんでそんな理由そんな理由ですピーポーなのにピーポーなのにあそうなん選びようないじゃん、うん、だって人じゃんとかもう消去法でというか自分の知識がないがあまりにその風を選んだみたいな感じで今回は、ねはいまあ、総計レベルでやったらもっと元の形に直せなきゃいけないので、うん、関係詞を元のままないといいんですけど、はい、元の形の文に直せますかこんな感じですかああそういうこと、はい、いやまあまあまあだからまあ別にそれでもいいわけですよ、うん、Who you are speaking to でもそこも Whom でも別にいいですね Who you are speaking to で、はい、だ元々の形を考えた時にちゃんと先行詞入れてやって Whom、うん、にちゃんと人をまず入れてやるわけです People を入れてやるわけです、はい、でその時に You are speaking to the people っていう形をちゃんと思い浮かべられるかです、ね、ああなるほどはい You are speaking to the people
people だからここ to いるわけですよね。 You are speaking people とは言えないですから、うん、人を喋るとは言えませんので、言語しか言えませんので、はい、だからあ to 人の形、うん、to whom っていうのそういうことですね。その元の形を思い浮かべられるようにならないと、うん、このだから明治なんでそんな難しくないんですけど、総研だとこの to 入れなきゃいけない問題になるんで、はい、前置詞たす関係代名詞は前置詞問題になるんです、うん、で You are speaking かっこ people だったら簡単ですね、うん、You are speaking かっこ the people だったら、うん、to 入れられます。でも前に持ってきて to whom になってたら to 入れられなくなるんで、多くの人は、はい、なんだこれ in かなとか、うん、on かなとかってやっちゃうので、うん、だからレベルが低い問題の、うん、っていうことでした、はい、はい。本当にちゃんとできてるんですか。でも一応正答率的には10分の9ダメです十分にで言ってここはマーチなんだけど、はい、意図コマ線レベルの問題なので、はい、文法がなのでできなきゃダメです。わかりました。ちょっともうちょっと鍛えていきます。はい、はい、ちゃんとできるのか。まあそうね、過去問の英作とかも見なきゃいけないので、慶応経済のこちらも、まあ、いずれ次ぐらいは持ってきてやるか、うん、あとは記述模試ですね。記述もそうですね、はい、はい、そちらの結果を見たいと思いますので、うん、はい、はい、ぜひ応援してあげてください。お願いします。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。